ディロン・レイ・オーバートンは、アメリカ合衆国、オクラホマ州クリントン出身のプロ野球選手。左投げ左だ。2010年の MLB ドラフト26巡目で、ボストン・レッドソックスから指名されたが、契約せずに、オクラホマ大学へ進学した。2013年の MLB ドラフト2巡目で、オークランドアスレチックスから指名され、プロ入り。直後に、トミー・ジョン手術を受けたため、 この年は登板しなかった。2014年は、参加のルーキー級アリゾナリーグアスレチックスと、A-9 バーモントレイクモンスターズでプレーし2球団合計で12試合に登板して0勝3敗、防御率1.95五53奪三振の成績を残した。2015年は、A 級ストックトンポーツ、AA 級ミッドランドロックハウンズでプレーし 2球団合計で27試合に登板して7勝6敗、防御率3.4306奪三振の成績を残した。2016年は開幕をトリプル A 級ナッシュビルサウンズで迎え、6月25日にメジャー契約を結んで25人枠入りした。メジャーデビューとなった同日のロサンゼルス・エンゼルス戦では先発し、523回を 三失点の投球でメジャー初勝利を挙げた。最終的には7試合に登板し、うち5試合で先発として投げたが、2413回で48安打と12本塁打を浴び、防御率11.47と大炎上した。なお、トリプル A 級ナッシュビルでは21試合に登板し、防御率3.2913勝5敗という、好成績を残した。 2017年1月26日にジェイソン・ゴールド・スタインとのトレードでシアトル・マリナーズへ移籍した。6月18日にマックス・ポブシーの昇格に伴ってディエフェとなった。2017年6月19日にウェーバー工事を経てサンディエゴ・パドレスへ移籍し、マイナーオプションで参加のトリプル A 級エルパソ・チワワズへ配属された。8月29日にディエフェとなり、 31日にマイナー契約に切り替わった。2020年12月21日、CPBL の楽天モンキーズと契約した。2021年9月25日に家庭の事情により帰国し、球団との話し合いの末退団することとなった。ありがとうございます。